こんにちは、花田の松井です。11月18日水曜日からは今年で3回目となる浄法寺漆展です。岩手県北部に位置する浄法寺は日本国産漆の7割を占める漆の一大産地です。そしてそこでその漆を使って作られるのが浄法寺塗です。浄法寺は原料の漆産地としては継続していましたが、浄法寺塗はしばらく途絶えており、それを再興したのが岩舘隆さんでした。今回はその浄法寺塗の再興についてお伝えします。今からおよそ40年前、東京の会社に就職していた岩舘隆さんは浄法寺の漆かき師である父親の庄司さんに呼び戻されます。当時浄法寺の漆は他の漆器産地に出荷されており、浄法寺塗の再興が庄司さんの夢でした。自分たちの宝である漆を自分たちの場所で自分たちの手で漆器としたい、それは地元の人々の願いでもあります。隆さんは庄司さんの漆かきの仕事を常に横で見ていたわけではありません。漆をかくために山へ入るとしばらく家に戻ってくることはない。今と違ってシーズンに入ると山小屋で孤独に過ごすのが漆かきの仕事だったようです。それでも父親の思いは伝わっていたのでしょう。岩舘隆さんは勤めていた会社を辞め、故郷にて塗りの修行を始めます。塗りの相談相手であり志を共にする友人ともなる当時工業試験場の町田俊和さんとの出会いもこの時でした。さて、修行を終えても当時浄法寺の塗り師は岩舘隆さん一人、たった一人の塗り師による再興です。それでも岩舘さんはいろいろな人々と協力し、さまざまな人々を巻き込み、多くの人々の声に耳を傾けながら推し進めてこられました。そして婦人雑誌刊末の食器店リストを頼りに完成した最高浄法寺塗り、町田俊和さんと共に花田を訪れてくれるのです。その時の刊末リストに我々花田が含まれていたことは本当に幸運でした。心から感謝します。最高から40年余り経った現在では力のある作り手の方々も増えてきました。故郷の漆を守り生かすために浄法寺漆に関わる人々が力を合わせながらこれまで同様進めていかれることでしょう。さて、本年の浄法寺漆展でも漆本来の魅力を最大限生かそうと努力と工夫が重ねられた浄法寺塗りがずらりと揃います。作者の皆様、本当にありがとうございました。お客様におかれましては浄法寺の漆、浄法寺の塗りの魅力を満喫していただければ幸いです。